牛ヶ淵は、東京都千代田区にある、北の丸公園東側の清水門街にあるお堀で、ある。牛ヶ淵とは、東京都千代田区にある、北の丸公園東側の清水門街にあるお堀で、ある。江戸名勝誌に、九段、坂脇のお堀を言う、昔ここへ銭を積みたる牛落ちてその牛落ちて、その牛姿勢よりの名というとあり、九段坂が急勾配であるため、銀車が落ちそうであることから、 この名前がついたとされる。1590年、江戸の人口は急激に増加し、当時困ったのは、飲料水不足だった。その結果、消火栓をダムでせき止め、千鳥ヶ淵と牛ヶ淵の二つの飲料水専用のダムを作った。また、牛ヶ淵の水は、日本橋川右岸の貸し段丘と、武蔵野大地の東霊部の湧水線との間の地に止められたものである。 北斎は、壮年期に、洋風風景画に挑戦していた際、牛ヶ淵をモデルにを手がけた。葛飾北斎、九段牛ヶ淵三代、高重作、東京名所図九段坂牛が、淵式を料理に変化する牛ヶ淵の眺望は、九段下駅から、北の丸公園の入り口方面に向かう、安国通りや田安門橋から見下ろすことができる。 牛ヶ淵の桜はソメイヨシノで、千代田区役所庁舎にほど近い清水門橋付近から見上げる景観も見応えがある。夏の間ぽつりぽつりと咲き続けるレンは、残念ながら花を間近に眺めることはできない。しかし、少し立ち止まり、デジタルカメラなどで拡大してみると、葉の間から覗く花が見えるだろう。ありがとうございます。